ドイツの映画監督、映画プロデューサー、脚本家。カナダのレストラン、バウハウスレストランのオーナー。1965年6月22日、ボルは、ベルメルスキルヒエンで生まれる。ボルは幼い頃、マーロン・ブランド主演の、戦艦、バウンティを見て、10歳の時に、初めて映画事業に参入することを決心にした。 その後自主映画を撮影し続け、ケルン大学で学び、博士号を取得後、1994年にジーゲン大学で博士論文を発表する。バンクーバーの撮影スタジオなどで雑用係として働いた後、2006年にインザネーム・オブ・キングというテレビ映画で早くとして出演。その後、シアトル領記殺人捜査でハリウッドデビューする。 多い時では一年のうちに映画を3、4本というハイペースで制作していた。その大半は移住先で拠点でもあるカナダのバンクーバーで撮影されていた。自身が映画化を手掛けたことのあるポスタルシリーズの最新作ポスタル3にキャラクターとして登場する予定である。2015年バンクーバーにてドイツ料理を提供するバウハウスレストランを開店。 2016年には、ランページシリーズの最終作である、ボーダーランドを最後に、映画監督業を引退すると宣言。今後は、レストラン経営と、映画流通業に専念するという。しかし2020年、映画制作に復帰することを発表した。2000年代中期に、ゲームの映画化を多く手掛けたが、評判は散々。その割に、レイリオッタや、 クリスチャンスレーターといった人気俳優からベンキングズレイ、ユルゲン・プロホノフなどの大物俳優が次々出演するため資産家の息子ではハリウッドに有力なコネがあるのではという噂も出るほど。最低映画制作者として現在も王道を邁進している。巧妙なゴールデン・ラズベリー賞のノミネート回数では群を抜いていたが2008年に受賞に至った。 ゲームファンの中にはボルが監督することを嫌がる者も,も多く、これ以上ゲーム原作の映画を撮るのを止めさせるための署名活動のサイトも存在する。それに対しボルがポスタル公開までに100万票集まったら映画監督から足を洗うと発言し、それを受けたキャドバリー・アダムズ USA 社が100万票集まったら署名した全員に、 無料でガムを配ると発表する騒ぎにまで発展した。同じくゲーム制作者からも敬遠されることがあり、ワールド・オブ・ウォークラフトを映画化しようとした際には、ブリザード・エンターテイメントから、あなたにだけは、絶対に映画化の権利を売りませんと、固くなに拒否された。そのためか、近年は、ゲーム原作の映画をあまり撮らない傾向にある。しかし、雑誌、映画秘宝では、 撮影現場ではカメラを常に2台回して無駄がなく、現場では笑いが絶えなかったというコメントが出演者のクリスチャンスレーターから出ることや、ゲーム原作以外の映画ではリアルで陰惨な暴力描写が評価されるなど、肯定的な評価がないわけではない。パフォーマンスも積極的で自分の作品を批判した評論家とボクシングの勝負をしたり、 映画界を追放されたとスーダンで生活する動画を公開するなどした。作品評価の低さにもかかわらず映画撮影資金を調達し続けられたのは国内映画産業省令を目指したドイツ国内法のためである。この法律では映画制作に投資された資金は全額が課税控除となり利益だけが課税対象となる。このため投資側からは 最初から利益を出すことを求められておらず、ポスタルのように1800万ドルの制作資金を投じた上で、全米でわずか12巻での公開ということが、投資側から認められてしまう。一方で、同じ国内法で投資された映画の多くが、工場を認められる段階に入れば、撮影を中止してしまうのに対して、ボルは少なくとも映画を完成させ、 法律の目的を満たしているという指摘がある。ウベ・ボール・ペイド、デーブツ・アピア・イン・ポスタルさん。ユーロ・ゲーマー、2009年7月17日閲覧。ストップ・ドクター・ウベ・ボール・ペチチオン・ハット、ゲーム映画家で悪名高いあの監督に、ガム業界からもブーイング、100万票の署名でガムを、無料配布オンラインプレイヤー EX、2009年7月17日、閲覧。 映画監督のウベ・ボール氏、ワオの映画化をブリザードに断られる。4GAMER.net。2009年7月17日閲覧。あのポスタルの映画が、もうすぐ、アメリカで、劇場公開。4GAMER.net。2009年7月17日閲覧。ありがとうございます。